プルダンス・セラハンイコール・バルテルミ・ジラールは、カトリック・パリ外国宣教会のフランス人宣教師で、ある。沖縄で日本語を学び、初代フランス講師、ギュスターブ・デュシェーヌ・ド・ベルクールの通訳を務めた。文政4年、フランス中部のブール・ジェシ教区のアウリー・シモに生まれた。カエ元年司祭に除海され、香港に渡る。日本宣教師と内定していたジラールは、司教の指導の下、 香港のポルトガル人、スペイン人の死没にあたった。ジラールは、メルメカション神父、ルイ・テオドル・フューレ神父と共に、安政2年1月10日に、琉球王国に到着した。同年1月14日には、上陸を許されたが、厳重な監視下にあり、カトリックへの回収者は一人しか獲得できなかった。しかし、この間に、那覇の天久山瀬源氏で日本語を習得した。 カション神父は翌年那覇を離れるが、ジラールとフューレ神父はそのまま那覇に泊まった。この間の安政4年6月日本教区長に任命される。安政5年9月3日、日仏修交通商条約が締結され、翌安政6年8月10日、初代の中日領事、デュシェーヌ・ドベルクールが日本に到着すると、通訳兼総領事官付司祭として、ジラールも江戸に入り、 三田の住み会寺に住み、領事館の事務、居留民の私牧の傍ら、江戸湾や横浜港に停泊している外国船の間を回り、描写の癒しに努め、ベルクールの協力を得て、制度建築資金の募集を開始した。同年11月7日、ジラールは幕府にフランス語教授を申し出、授業者の人選を依頼している。しかしながら、ジラールによるフランス語教育はあまり普及しなかったようで、 本格的なフランス語の普及は、現時2年3月6日の横浜フッツ語練習所の設立を待つことになる。万円元年4月頃、ジラールは横浜外国人居留地80番に最初のカトリック教会建設のための咀嚼権を取得。同年12月、上位運動を避け、英仏の領事館は横浜へ移転。ジラールも横浜に移り、 教区長官及び天主堂の建築に着手。文久元年12月に完成して、精神教会と名付けられた。この教会には、連日多くの日本人が見物に詰めかけ、中には宣教師と言葉を交わしたり、教えを求めたりする者もいた。しかし、まだキリシタンは金聖下であり、文久2年1月20日には、神奈川奉行、安倍政人の命により33名が捕獲され、 牢に拘禁されるという事件が起きた。事件を目撃していたジラールは、早速、デュシェーヌ・ドベルクールへ知らせた。デュシェーヌ・ドベルクールは、上に釈放を求めたところ、直接幕府と交渉してもらいたいということであった。そのため、幕府老中に掛け合い、2月14日までには、全員が釈放されて、事件は収まった。なお、ジラールは、フランス公使館の公用で、 香港に立ち寄った際に、琉球にいたフューレとプティジャン、両神父を横浜に派遣してから、フランスに帰り、国内で幕府のキリシタン金星撤廃運動を展開した。さらに、ローマの教皇ピオ9世に越見し、日本の現状を報告した。文久3年横浜に戻り、同年10月フランスから送られた金の性別式を、挙行。一方、フューレとプティジャン、 両上父は1862年12月に横浜に着き、さらに翌年、日本26巡教者制度の建設のため長崎に派遣され、大浦天主堂を建設した。源氏元年の四国艦隊下関砲撃事件、翌年に大阪で幕府を相手に行われたその賠償交渉においては、いずれも通訳を務めた。慶応元年2月、ジラールは、 大浦天主堂の剣道式を挙げた。慶応2年10月ウプティジャンの司教助会後、ジラールは横浜教会の主任主催となった。関東地区の布教準備に取り掛かったが、慶応3年11月26日、横浜天主堂が火災のため焼失、ジラールも消死した。意外は、横浜の聖堂内に埋葬され、明治39年山手44番地の聖堂に、 改装されたが、大正12年関東大震災に遭い、怪人の中から発見された。後に再建された教会の聖母、マリアの祭壇脇の壁に、鉛と菓子の二重感に収めて塗り込められた。彼の名を記した、大理石碑板がはめられている。1858年の日仏、修行通商条約から数えて、国交開始150周年となる2008年に、 日仏両国の代表的な人物の記念切手が発売された。ジラールはその幕末シリーズ10人の中に選ばれている。ありがとうございます。